はい、皆様、こんにちは。今日で第15回目の講義になりますけれども、最後ということで、締めくくりとして、地球環境の保全についてね、お話をしていきたいと思います。で、今までの15回目の、講義までに、ちょっと言い残したこととか、そういったこともちょっとまとめてですね、お話ししていきたいと思います。ということで、はい。今日で最後になります。よろしくお願いします。教科書の方はですね、第15章になります。ということで、地球環境の保全。今までね、扱ってきたことは、地球を、どのようにして、壊してきたか、害を与えてきたかという話ばかりでしたよね。ですので、今度は後始末をする番です。どうやって修復していったらいいのか、本当にいろいろな案がありますのでね、それも合わせて見ていきたいと思います。で、地球環境保全の取り組みといたしましてですね、キーワードとして人間活動というものがありますよね。で、人間活動でこのようになってしまったので、人間活動で修復をしていきましょうということです。はい。で、この環境破壊、いろいろなね、環境破壊がありましたよね。放射性物質によるものであったりとか、有機化合物であったりとか、あとは森林破壊とか、砂漠化とかですね。それからプラスチックごみ、海洋汚染、もうとにかく水の汚染、大気汚染、土壌汚染、その他にですね、皆様の、プレゼンの中のテーマにですね、宇宙ごみのことについてとか、南極のごみ問題であったりとかですね、とにかく生物多様性の減少であったりとか、私が全部扱いきれなかったいろいろなテーマがですね、まだ5万とあるんですけれども、はい。で、そういう環境破壊をどうやってこれから修復していこうかということなんですけどね、やっと本当にひどくなり始めてから、みんなは目を見開き始めるということなので、いつも遅いんですけどね。でも、全然やらないよりはマシということなので、頑張っていきましょう。そして、そういう私たちの生活を便利にしてきた、いろいろな、そういう産業活動の中にですね、いろいろな企業であったり、工場であったりとかね、そういうようなところの、マネジメント。そこの環境マネジメントをとにかく、地球環境を守るためにですね、どういう方向転換をしていったらいいのかということで、この環境マネジメント、EMS って言うんですけどね、すごく重要になってくるので、これについてもね、今日はお話をしていきたいと思います。そして、国際基準になっている環境マネジメントが、この ISO 14001というものなんですね。で、いろいろなね、国際認証があるんですけども、省エネのための9001であったりとかね、この ISO というのはどういうものなのかっていうのもね、皆さん、独自でですね、調べてみてくださいね。今日は、この環境マネジメントに関する ISO 14001を取り上げます。そして、この講義のテーマ、環境と倫理ということでですね、ちょっと締めくくりでお話をさせていただきますね。とにかく人間というのはね、自分以外の人々、人間に対する尊厳というのを絶対に忘れてはいけないですよね。で、そういう心構えの人というのは、必然的にですね、環境にも配慮できる人です。そしてもちろん、生態系の動植物に対してもですね、そういう配慮ができる、素晴らしい人々であるということなので、人というのはね、二種類ありますよね。破壊主義者と、
あと建設主義者で、破壊主義者の人もですね、意外に自分の肉親であったり恋人であったりお母様であったり、子供であったり、そういう人に対しては結構配慮できる人々なんですよね。だからそれをもうちょっとその輪を広げていけばですね、人類全体が本当に安心して住んでいける、そういう環境を作ることができるんですよね。だからその心を変えていくというのがすごく重要じゃないかなと思います。で、私たちがなんとなくね、当たり前だと思ってやってるようなこと、それも一つ一つ考えてみるとですね、結構もっともっと細かい配慮が必要だったんではないかとか、あと当たり前だというふうに受け止めていたのが、実はこれだけの人々が裏で支えてくださっているんだとかね。で、そういうことってまだ20歳代の時ってあんまり気づかないんですけどね、だんだん分かるようになってきますんで、もう分かっちゃってる人もいると思いますけどね。でもやっぱりこういう体育系の人々は学生の方たちはすごくこう体を鍛錬しますよね。で、同時に心も強くなっていくんですけれどもね、心もね、やっぱりね、そういう鍛錬って必要なんですよね。で、そういうようなことをしっかりと自分の中でですね、構築していくことによってですね、倫理観というのがすごく発達していきます。頭でっかちになってですね、知識ばっかりじゃダメなんですよね、人間でね。やっぱり頭脳と心のバランス、これがすごく重要だと思いますね。はい、ではですね、冒頭に一番最初にね、皆さんに見ていただきたいのが、これものすごく古い本なんですけどね、成長の限界というね、本があります。ローマクラブが出している人類の危機レポートというものでですね、ドネラ・メドウズという、ね、方、その他 の複数のです、ね、著者による本なんですけど、ダイヤモンド 社ですね、すごい古いと思いますよね。1972年に出てます。限界を、それから、この成長の限界、1972年なんですけど、その20年後にね、同じ著者でドネラ・メドウズさん、限界を超えてという本も出ています。同じダイヤモンド社ですね。ですので、ぜひね、この本をね、読んでみてくださいね。すごくためになる本ですのでね。はい、皆さんにちょっとお見せしようかなと思います。こちらの本ですね。はい、だから昔の本なんだけれども、だからデータなんかもね、見てると今2021年ですよね、2021年。そうするとデータがですね、この予測よりももっとね、悪化してるんですよね。ドキッとなってしまうんですけども、ぜひ読んでみてくださいね。はい、まあ、こんな感じの本です。いろいろな研究者がいろいろなデータ予測を持ってですね、書いてる本ですけれどね。はい、ということで、その本の中にあるのがこれ、このグラフなんですね。ということで、今2021年です。こちらが2100年で、こちらが1900年で、はい、200年間の人類のですね、そういういろいろな産業活動であったりとか、人口であったりとか、資源であったりとか、汚染であったりとかね、それを将来予測としてシナリオ1ということで、スタンダードラン、この分でいくとというようなね、1972年に書かれた本です。この時ですね。で、これが2000年です。2000年にこんな感じになってる。人口がまだ増え続けています。今78億人ですよね。だから多分2050年ぐらいまでに多分
100万人になっちゃうんじゃないかっていうふうに言われてますけど、ここから下降していくみたいな、そういう予測になってますね。それから資源ですね、鉱物資源とか石油資源とかがもうどんどん枯渇し始めてますね。はい、今ここら辺にいるんですよね、私たち2020年の中でね。で、工業生産が落ちていくに従ってですね、汚染の度合いもね、もうガンガン伸びているところなんですけども、やはり工業生産が止まってくると汚染も少なくなってきます。それからこの点線なんですけどね、これがね、食料生産ですね。食料生産がもうピーク過ぎてます。今2021年もうピークが過ぎてますね。でも後ほどね、皆さんにお見せする現実のグラフだと、まだ食料生産は伸びてます。はい、それから工業生産がこちらの方のグラフになりますね。はい、で、汚染はまだ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 続いてますよ、汚染はね。はい、2020年超えてもまだ汚染は続いているという感じになります。ということでですね、この本はですね、自然科学とか社会科学、そちらの研究者たちの頭脳を寄せ集めて、そしてこういう、いろいろなシナリオをですね、想定しながら、こういう将来予測というのを行っている本なんですね。ぜひ皆さん読んでみてくださいね。ローマクラブ、著者ローマクラブ、人類の危機レポートということですね。成長の限界という本です。あと、限界を超えてというね、本も出てますんでね。ぜひ見てみてください。はい。ということで、今ちょうど私たちここら辺にいます。ですね。で、その話をするにあたってですね、汚染の問題をちょっと放射能汚染に絡めてですね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけどもね、こういう放射性物質に関するですね、安全管理であったりとか、政治家のその何て言うのかな、危機に関するそのレベルというのがね、あまり高くないような気がするんですね、世界中の政治家を見ても。ということで、そこに私がちょっと目をつけましてですね、皆様に注意を喚起しているわけです。で、原子力発電所の性能安全性がいかに良くなってもですね、核廃棄物の処理は永遠の課題となってますということなので、ちょっとね、この原子核物理にちょっと関連する話をねしていきたいと思います。あまりにもね、学校で触れなすぎるのでね、ここまで身近になっている原発の問題、世界中そうなんですけどね、これからどんどん建てようとしている国もたくさんあるので、ちょっとこれは頭の隅に入れとかないといけないですよね。で、主なね、核分裂生成物というのは燃料の中に閉じ込められるように焼き固められます。そしてその周りを何重もの缶や壁で防護しています。だから何事も起こらなければ、ミサイルが命中しなければ、活断層が活動を始めなければそのまま大丈夫なんですけどね、福島第一原発やチェルノブイリやスリーマイルみたいに、ああいうふうに事故が起きちゃった場合、とんでもないことになりますよね。で、またこちらの話に戻りますけれども、蒸気を作ったり冷却をするためにはですね、水を循環させてそれを行うわけなんですけども、燃料から染み出た放射性物質というのは原子炉の外に運ばれます、管を通してですね。で、燃料が出すエネルギーがですね、周りの分子と反応して合計で数百種類もの放射性物質が生まれてしまいます。そして放射性の水素であるトリチウムも大量に発生します。で、トリチウムって何かっていうのもこの前もねお話ししましたけどね、
これは水素のことなんですよね。水素元素ですよね。ですけれども、中性子と合わさってですね、H3 という物質になっているわけなので、水素には変わらないんですけれどもね、そういう放射性物質となっています。で、トリチウムは大量に発生するので、これは放射性物質ですのでね、いくら薄めたにしても、放射性物質は放射性物質です。よろしいですかね。で、このいろいろなですね、これ量子力学のね、分野に入るんですけども、これについて知りたい方は、この呼び鳥くんのですね、大学物理というすごく分かりやすいね、YouTube の講座があるので、ご覧になってみてください。量子力学入門の7回目ですね。トンネル効果。トンネル効果って聞いたことあるでしょうかね。例えば、トンネルダイオードとか、江崎レオナ博士がノーベル賞を取った時のテーマですけどね、トンネル効果ってなんだ？わからない方は、ぜひ、この YouTube の講座を聞いてみてくださいね。あともう一つあります。九州大学のトンネル効果、トンネルエフェクトというのを読んでみてくださいね。なんでこれと原発と関係あるのかっていうことです。大いに関係あります。こういうのが何も分からず、暮らしてるっていうのは本当に恐ろしいことなので、ぜひ読んでみてくださいね。はい。ということで、もうちょっとね、放射性物質について、見ていきましょう。この放射性同位体の半減期と崩壊による放射線の種類という話をします。いいですね。放射性同位体というのは、同じ放射性物質なんですけれども、でも、中性子の数が違うとですね、質量が増えるんですよね。で、そういう質量が増えて、それから中性子の数がアンバランスになった時にアルファ線を発しますね。それからアルファ線を発した後、中性子の数が多くなりすぎちゃった場合は、今度はベータ崩壊をしてベータ線を出します。で、ベータ線だのアルファ線だの後、アルファ線やベータ線が出た後の崩壊の後、エネルギーがまだ余ってる場合、それがまたガンマ線となって出てくるんですよね。で、こういうアルファ線なの、ベータ線なの、あと中性子線とかいろいろあるんですけど、こういうのを理解するためには、アルファ線というのはどういう時に出るかっていうとね、トンネル効果という、先ほどの話なんですけどね、量子力学の部分なんですけど、それを理解しないとまずいんですよね。だからそれも理解しないといけないので、本当は私が説明しないといけないんですけども、これ物理の授業じゃないのでね、ちょっと時間取られすぎちゃうのでね、端折ってます。ということで、先ほどの YouTube の講義を呼び鳥先生のぜひ見てくださいね。で、例えばね、ウランの238というのは、45億年の半減期があります。半減期ってもう前やりましたよね。だからこの、元素量が、いいですか、物質量がですね、半分になる時間のことです。半減期。だからウラン238が半分になるまで45億年かかるってことですね。で、アルファ線を出しながらずっと、鋭い、かなり強烈な、放射線を出してますよ。で、ウラン235というのは、これは半減期が7億年です。で、これもやっぱりアルファ線を出してますね。で、散々アルファ線を出した後、中間の、娘核種って言うんですけども、こういう物質に変わるんですけどね、セシウムの137、ストロンチウム、こういうものはね、必ず原発の事故の時に、よく見られるですね、生成物ですよね。で、セシウム137は30年の半減期です。だから、福島第一原発が爆発してから10年経ちましたので、あと20年はセシウム137はベータ線を出し続けますよ。危ないですよ、まだ。だから、この間の先月だっけ、
福島第一原発の第1号炉、2号炉、それから3号炉、シールドの部分にですね、確か20万系から40万系シーベルトの放射線量が、感知されてますよね。K ってわかりますよね。ものすごい数字ですよ。だからそのベータ線がまだまだ出続けていて、しかもウラン235のアルファ線、それともちろん燃料棒の中にウラン238も入ってるので、こういうすごいものがですね、まだあそこに福島第一原発の、中にあるってことです。で、ストロンチウムの90というのは半減期が28年でベータ線を出してます。で、イトリウムの90が64時間。結構短いですよね。半減期が短ければ短いほど、放射線量の、エネルギーは高いです。ものすごい致死量になりますよ。これもベータ線ですね。はい。で、ヨウ素131というのが8日間ですよね。こちらもベータ線です。で、その他にまだですね、貴ガスとしてキセノンの133、5日、ベータ線。クリプトンの85が10年でベータ線。アルゴンの39、270年がベータ線。で、プルトニウム239。これがですね、2万4000年の半減期でアルファ線を出しています。で、こういう放射線のね、威力なんですけど、どのぐらい強いかっていうとですね、例えば、私たちが地表面で受け取っている太陽からの可視域の、光線なんですけど、だいたい 2EV というか、2から 6EV ですよね。E というのは電子ボルトの意味です。EV。いいですか？太陽光線。2から6エレクトロンボルト。電子ボルト。で、こういうガマ線とかアルファ線とかベータ線とかっていうのは、その太陽の可視光線の、20万倍とか30万倍の、エネルギーを持ってます。だからエネルギーがものすごく高いということで、結局はですね、ポテンシャルエネルギーというのが古典物理学的にですね、運動エネルギーがポテンシャルエネルギーと同じような高さのところに到達したときに、また戻っていくという、そういう動きがあるんですけどね。だから絶対にそのエネルギー以上まではエネルギー保存則でですね、出ていかないわけですよね。出ていくエネルギーがないということなんです。ないはずなのに、こういう高エネルギーの場合ですね、染み出るというかね、本当はこのポテンシャルの中にしかいられないはずが、そのポテンシャルの外に出ていくというね、面白い現象があって、それトンネル効果って言うんですけどね、量子力学の、シュレディンガー方程式とかですね、波動に関する、そういう波動関数とか、そういうので、明確にですね、答えは出るんですけれども、そういう世界なんですよね。量子力学の世界です。こういう原子力発電所の中で起きていること。だからね、この原発で使ってるのはこのウランですよね。ウラン235、ここにあります。でですね、これがどんどん崩壊していけば、こういう感じで一個ずつこう崩壊していくかななんて思うんですけど、とんでもないです。確率論という、そういう分野でもあるということなので、そうですね、なんでウランというね、燃料が原発で使われているのに、原発事故が起きた後、このようにセシウム55とか、ストロンチウム38が検出されるのってことですけどね。これもやっぱりアルファ線をずっと出していたりとか、またはアルファ線からまたベータ線になったりとか、その繰り返しでここまでになるんですけども、
もうあっという間にですね、原発事故の、その爆発の、数日後にもうセシウム、ストロンチウムが検出されてるわけですので、敷地内で。だからそんなに順番にね、じゅんぐり、はい、92から90、89っていうふうに下がっていくわけではないんですよね。で、ここもね、謎なんですけれども、謎ではなくってですね、やっぱりそのトンネル効果っていうのがありますんでね。だから急にこんなところまで下がっちゃった、こういう元素になっていくんですよね。はい。ということなので、これが核分裂で人間が引き起こして、中性子をここに当ててですね、こういうものがどんどん出てくるよっていう、そういう黄色の部分ですね、これが核分裂生成物ですよという、そういう図なんですけれども、だからそこに、崩壊していく、娘核種となって新しい元素になっていくという過程はですね、トンネル効果なんですよね。ということで、原発があるのに量子力学をしっかりと学ばないっていうのはちょっと危ないですので、ちょっとだけね、触りの部分だけね、見ていきたいと思います。で、この量子力学っていうのは、古典物理では説明できないようなミクロの現象であったり、光の速度と同等の物体の事象を扱うときにですね、必要な学問となっています。だから本当に新幹線なんてすごい速いけども、あれは全然古典物理でね、全部普通に計算できるものですよね。加速度とかね、速度とかね、そういう。ですけれども、こういう、化学物質の、原子核のミクロの部分というのは、もう古典物理では対応できない。だから量子力学というね、古典物理も含む領域ができたんですよね。で、速度もね、新幹線ぐらいの速度だったら、時速270キロとかね、300キロ近いんだけれども、まあ、光の速度と比べたら全然遅いですのでね。で、これ、光の速度にした場合は、古典物理では全然計算ができないので、量子力学を使わないといけないんですね。で、そういう莫大なエネルギーを扱うものの中に、そういう、トンネル効果っていうのも出てくるわけなんです。で、超高速とか超高温の天体核物理、遠いマゼランとかね、まあいろいろな天体ありますよね、 M の240とかなんとかとかってね、ああいうことを学問する時もやっぱり量子力学の知識がもう必要不可欠なんですよね。で、こういう原発事故などでね、問題となるのが、この専門知識なんですけど、こういう専門知識、原子核物理とか量子力学、こういうものを、あまり学んでない作業員、または上司、こういう人たちがですね、普通の町工場と同じ感覚でですね、作業を行っていることがあるわけですよね。東海村の臨界事故なんて、まさにあれでしたよね。バケツと柄杓を使ってましたのでね、もう目が点になってしまうぐらいびっくりしましたけどね、私もね。とにかく原発や核兵器を扱うには、原子核物理の知識が重要です。その量子力学ですね。で、もちろん同時にテロ対策もおろそかにしてはいけないということですよね。だからつい最近も福井県の原発でですね、テロ対策が全く、なってないということで、再稼働ができなくなりましたよね。テロ対策はすごく重要だと思いますよ。でですね、またちょっと原子核物理の方にちょっとね、戻りますけど、原子というのは素粒子で構成されているんですね。で、私が子供の頃読んでた漫画に、鉄腕アトムっていうのがあったんですよ。手塚治虫の。で、鉄腕アトムのアトムボーイっていう、アトムという男の子なんですけども、原子という意味なんですよね。で、原子は英語でアトムというんですけども、このアトムというのは、これはラテン語から来てまして、アトムというのは、これ以上を細かくできない最小単位という意味なんです。で、20世紀の初め頃はね、まだね、
物質というのを構成しているものはアトムである、原子であるということだったんですよね。で、最小単位だからもうそれ以上細かくできないということだったんですけれども。だからその時代はですね、まだウランの235がですね、アルファ崩壊してセシウム137になるなんてことはね、ありえなかったんですよ。今、原発でね、事故の後必ずこういうセシウム134とか137とかね、ストロンチウムとかが出てくるじゃないですか。あれはこれアルファ崩壊のせいなんですよ。だからウラン235、これが原子だとしたらもうこれが最小単位なので、これ以上細かくなるわけがなかったんです、この20世紀の初め頃は。今は当たり前のごとくにね、ウランが、はい、セシウムになりました、ストロンチウムになりましたっていうね、世界です。元素が変わっちゃうんですよね。でですね、20世紀からまたもう今日に至ってはですね、アトムは素粒子でできており、素粒子は次の3種類に分類されるということが、研究の成果で分かってきたんですよね。3つ。1つ目、物質を構成する粒子12種類でできている。しかもその粒子12種類には反粒子というのが同種類、12種類あるということがまた分かりました。あと2つ目、力を媒介する粒子が12種類あります。そして3つ目、質量の起源とする、質量の起源となる粒子、そういうものも1種類あるということが分かったんですよね。だからこの12種類のね、いろいろなこういう物質の名前っていうのがね、またいろいろありまして、クォークとレプトンに分かれます。で、あまりね、詳しく今日はやらないですけども、物質を構成する粒子12種類だけに関してちょっとね、お話ししますけど、反粒子が同類あります。12種類あります。で、クォークとレプトンに分かれるんですけども、で、このクォークの中に、その原発の事故の時にね、できてきたいろいろな新しい元素がありますけども、それはやっぱり陽子が放出されたり、中性子が陽子になったりとかね、そういうような動きが、だから素粒子の中での出来事なんですよね。で、パイ中間子とか、ケイ中間子とかがありますね、クォークの中に。そしてレプトンという、この2種類がこの物質を構成する粒子なんですね。で、このクォークというのは、このような名前のですね、物質でできてるんですね。アップ、ダウン、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトム、だね。かわいい名前がついてます。で、レプトンはですね、電子、ミューオン、タウ、電子ニュートリーノ、ミュー、ニュートリーノ、タウ、ニュートリーノというものでできてるんですよね。はい。そしてですね、自然界には4つの力があるんです。強い力と弱い力と電磁力と重力ですね。で、私たちが原発で問題にしたいのは、あと核兵器で問題にしたいのがこの強い力です。これは原子核の中の力なんですね。だからどれだけのエネルギーかってことですよね。だから私たちが浴びてるこういうカシー機のね、太陽光のエネルギーっていうのは本当にたかだかね、2電子ボルトとか6電子ボルトぐらいなんですけども、この強い力と言われている原子核の中の力っていうのはものすごいエネルギーなんですね。30万倍とか20万倍とかのね、カシー機の、そのぐらいの力を持っている、そういうエネルギーなんですよ。そのおかげで原発ではですね、本当にわずかのな燃料でですね、莫大な量の電気を作ることができるわけですよね。ということなんですけども、で、このクォークとレプトンでね、この構成されている物質を構成する粒子なんですけどね、クォークにはこの全ての力が備わっています。強い力、弱い力、電磁力、重力。で、レプトンはですね、強い力はないんですよ。弱い力と電磁力と重力だけなんですね。はい。
それでですね、もうちょっとね、皆さん我慢してね、聞いてください。この原発でですね、よくアルファ線を出してアルファ崩壊するとかね、アルファ線が検出されたとかいろいろ言うじゃないですか。で、それをちょっとね、見ていきたいと思います。で、このアルファ線を出すイコール量子力学のトンネル効果のことなんですよね。で、物質を構成する粒子にはクォークとレプトンがあるんですよね。で、クォークには陽子とか中性子が含まれます。これがですね、問題の、元素が違う元素に変わっちゃう。そういう時に、携わってくるいろいろな素粒子になります。あと、パイ中間子とか Ｋ 中間子があって、云々なんですけどね、これはもうちょっと省きます。で、第7回の講義の時に、見ましたよね。放射性同位体の中には、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線などを出す、そういう、構造があるというふうに言いましたよね。で、そうやって安定を求めて崩壊を続けて、最終的に鉛になる、または銀になって、安定物質になって、放射線を出さなくなる。で、この放射線を出さなくなるまでの時間がものすごい長いっていう話をしましたよね。30年とかじゃないんですよね。そんな可愛い、年代ではないんですよね。30万年とかですね。何億年とかね。そういう単位になります。で、こういうですね、構成エネルギー。このアルファ線とかベータ線のね、構成エネルギーというのは、太陽の可視光線の数十万倍の電子ボルトのエネルギーを持っているということなんですね。だから、これだけのすごいエネルギーのものを扱ってるので、普通の町工場みたいなやり方で、作業をやったらいけないんです。それをやっちゃってるわけだから、ああいう東海村臨海事故みたいなね、とんでもない事故が起きたりするわけです。あと、スリーマイルとかチェルノブイリのような、その原発作業員のミスによる事故ですよね、あれはね。で、こういうトンネル効果でアルファ線を出すということなんですけど、トンネル効果っていうのはシュレディンガー方程式、それと波動関数で説明ができます。で、このシュレディンガー方程式というのはね、量子力学でベースとなる基礎的な方程式なので、これはちょっと理解しないといけないんですけどね。先ほどの呼び塗りさんの YouTube の、量子力学の、トンネル効果、あれをぜひね、皆さん見てみてくださいね。ちょっとわかると思うのでね。ということで、そういうトンネル効果とかっていうのを理解しなくてもいいんですけども、とにかくアルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線というとんでもないエネルギーの、光線が出るということは頭に入れておいてくださいね。それでないと、たった一発のリトルボーイというね、1メートルくらいのちっちゃな原子爆弾1個でですよ。1個。1メートルくらい。1個で、広島の人々は、本当に全滅させられましたよね。あとは、長崎も、ファットマンという1個の爆弾でですね、破壊的なですね、ダメージを受けてるわけです。ということでですね、核エネルギーというのはどれだけ凄まじいか。で、それを封じ込めて平和利用だとか言ってですね、原発で使ってるわけなので、原発はきちっとした人がきちっと制御しないといけないです。それが結構ずさんなことをやってますよね。テロ対策が全然やってなかったりとか、非常用電源が海側に設置されていたりとかですね。あとは福井県なんかよく見られますけど、活断層のど真ん前というか、その真上に原発が建てられていたりします。活断層って皆さんご存知ですよね。ということで、原発のデメリットっていろいろあるんですけどね、メリットしか皆さん多分学校で教わってないと思います。で、原子力施設は核分裂生成物を最新のテクノロジーで廃棄や排水から取り除いているんですが、これまで多くの独立機関による調査と政府の統計がですね、
世界中で原子力発電所の周りの住民というのは、重病の発症率が数割高くなっているということを示しているわけなんですよね。これはちょっと問題なんですよ、やっぱり。住民には内緒にしてあるという話。でですね、これは排気とか排水に含まれる放射性物質がですね、環境を通して人体に入ってきているから、こういうことが起きてしまうということなんですよね。で、通常運転がもたらすいくらかの汚染がですね、本当はどれだけなのかが疑問点になってますが、これは何というか公表されない部分ですよね。で、使用済み核燃料の問題を見ていきます。原子力発電所やですね、再処理施設で保管される使用済みの燃料というのが年々増えています。で、最近ではですね、40年が寿命のはずの、各施設の原子炉がですね、60年また延命されるとかね、そういうようなことが結構いろいろと出てきてますよね、日本でね。ということで、まあ、再稼働する、または延命するということは、年々使用済みの核燃料が増えていくということになりますんでね。で、この高レベル廃棄物というのはね、ごまかしようはありません。どんどん溜まっていきます。で、放射能を制御しようとしてもですね、人間の現在の技術では無理です。核結合のですね、やっぱり、原子核のエネルギーというのはものすごい強いものがあるのでね。だからちょっと触りの部分、人間がちょっといじってるんですけども、やはり暴走した時にですね、人間の現在の技術では無理ですよ。で、燃える前の燃料棒っていうのは手で触れるぐらいのものですよね。だってウラン鉱山でですね、ウランをこう掘り出す人たちはこうやって手で掘り出してるわけですから。だけれども、燃えた後の燃料、これ燃えたわけじゃなくて、核分裂をした後のという意味なんですけどね。核分裂をした後の燃料というのは、水の中に入っていないと近寄ることも許されないということです。最近私がすごくね、心配してるのが、新聞には載ってるけれども、テレビでは全然言わないですけどね、このニュースね。チェルノブイリの象の足ってね、皆さんご覧に入れましたよね。あそこからなんかね、すごく最近、なんというか、熱が放出されているようなんですよ。熱くなってきてる。ということは、中性子がどんどん当たっているんではないかということですよね。内部でですよ。日本の福島が、第一原発の場合は、一応ですね、原子炉の周りの部分にですね、水をジャージャー入れてますので、水で遮断はしてますよね。漏水はあるけれども、まあ、漏水は今、遮水壁というね、凍らせることが成功したので、海とかには、陸とか、内陸部にね、ですね、流れ出ないようにはなってるみたいなんですけど、まあ、そういう事情で、チェルノブイリの場合は原子炉が爆発したので、水は全くなくてですね、まあ、周りはシールドでね、囲まれてますけれども、危ない状態ですよね。すごく心配ですね、私はね。で、ちょっと脱線しましたけど、核廃棄物をこの先どうしようということです。こういう使用済み核燃料というのは、その他に原子炉を解体した時の廃棄物というのは、数十万年単位で管理しないといけないわけですよね。30万年とかね。で、これが原子力発電の現実です。で、人間の歴史ってね、中国の一番古い歴史でも5000年くらいしかないですよね。例えば2000年前がキリストが生まれた年みたいなね。江戸時代っていうと結構古く感じるけど、あれもたかだか260年とかそれぐらいですよね。ということで、使用済み核燃料はこれからまだ、ね、何十万年もですね、管理しないといけない。
で、福島第一原発ではメルトダウンした像の足をチェルノブイリと同じように石棺で覆う案が出されてきているけれども、どうなるんでしょうね。一応水を入れた状態の石棺ですよね。そうじゃないとやっぱり危ないですよね。ということで、ウラン濃縮はできるんですけれども、人類というのはその逆はできないんですね。45億年も眠っていたウラン鉱石を掘り起こした人間がですね、その何百万倍もの放射能を煮詰めたエキスにして地球にお返しするという理不尽なことが今行われている。で、人間の寿命どころか文明の寿命をも超す管理機関を処理と考えている時点でですね、無責任にも程がある。人類の子孫愚か、生態系すべてを破壊に陥れる。核兵器と原発は人類の恥ずべき愚かな負の遺産。もうこれ以上何も言わなくても、もう皆さん分かってますよね。ということで、放射性物質がまだ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 何も、その対策が考えられていないということ、しっかりと皆さん、肝に銘じておいてくださいね。ではですね、次は地球のですね、全体的なこういう自然現象と、いろいろな問題をですね、歴史を遡ってちょっと見ていきたいと思います。で、地球の氷河期ということなんですけどね、まあ、地球の年齢ってどのぐらいですかね。知ってますか、皆さん。46億年ぐらいですよね。で、ウラン238が45億年の半減期です。220万年前からですね、今から220万年前から、12万年ごとに地球は氷河期を繰り返してきました。いいですか？で、この最後の氷河期というのが1万4000年前に起きているので、あと10万6000年後にまた次の氷河期が来ます。10万年。そしたら温暖化が解消されます。で、昭和基地にはですね、氷床コアというのをボーリングでですね、掘り出してます。そして36万年前の年代を正確に求めることに成功しています。だからこういう氷床コアの中にですね、結構泡がね、入ってるんですよ。その泡の中に、二酸化炭素が結構、入ってるので、それを検査してですね、調査することによって年代がわかります。で、過去4回の氷期が終わるたびにですね、北半球の日射量が増加しているということが、この氷床コアの調査で分かっているんですね。で、そしてその氷河期が終わると、数千年経つと南極が温暖化して CO2 が上昇するということも分かっているわけです。で、この繰り返しがですね、12万年ごとに繰り返されてきていて、一番最後の氷河期が1万4000年前だったということで。だから次の氷河期が10万6000年後になります。そうすると地球はまた氷河期になって、その後また温暖化するということですね。数千年経つと。でですね、そういう繰り返しがあるので、だから温暖化が起きるのが当たり前だよと言ってる人はいますけども、やはりその温暖化の繰り返しというその期間を見るとですね、100年で起きてるとか、そういう短い周期ではないっていうのが分かりましたね。ですけども、この過去100年でですね、本当に地球の環境が変わってしまったので、これは人為的な、原因であるということがもう一目瞭然なんですね。ということで、人間活動によるこの環境破壊。まず、農耕文明から工業文明への移行。これでですね、すごい加速したんですよね。で、産業革命以降なんですけど、大量生産、大量消費、大量廃棄型の
社会経済システム、それから生活様式が定着したわけですよね。で、人間活動による環境への負荷の集積、これが地域だけではなくてですね、地球環境全体に及んでしまった。そのいい例がこの温暖化ですよね。その他にオゾン層破壊もありますよね。あとは、まあ、気候変動、そういうようなものがあります。だから次の世代への影響が非常に懸念されているということです。で、この20世紀からの環境悪化についてね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、世界各地でですね、人口の増加が見られる。すごい人口爆発が起きてますよね、まだね。で、社会経済活動が拡大して高度化しています。で、大量資源採取、それから大量廃棄。これがですね、結局は環境の自然復元能力を超えてしまったということです。昔はね、ちょっとね、川の水が汚れちゃった、でも何日かすると川の水がまた元に戻ったみたいなね、こういう自然復元能力というものがあったわけですよね。で、これを超えるようなスピードでこの大量廃棄とか、大量資源採取とかこういうものが行われるようになってですね、で、公害とか自然破壊が起きるようになってしまった。それからですね、その他に民主化運動であったりとか、環境、宗教、民族の紛争、難民というのがね、こういう問題も最近では非常に多く起きてますよね、世界中で。シリア難民の話もそうですし、それから、まあ、最近では、まあ、中国のウイグル族への、いろいろなそういう破壊活動もあります。中国による民主化運動の、まあ、排斥であったりとか、ロシアもそうですよね。ロシアのやはりウクライナ、ああいったところのですね、民主化運動の押さえつけであったりとかですね。まあ、とにかくイスラエル対パレスチナのこの問題もすごいことになってますよね。子供が一人ね、壊された家の廃墟でニコニコ笑ってたりするんですよね。パパもママもいなくなっちゃったみたいな。幼子ですから何にもわからないわけですよね。で、人が来たってね、ニコって笑ったりとか。本当に子供が一番の犠牲者だと思いますよね。こういうこと本当にやめにしてほしいですけどね、人類というのは本当に戦争の繰り返しですね。はい。で、次にもう一つね、重要な問題があるので、今日は授業の最後なので、いろいろな問題をですね、ちょっとスープのエキスみたいに皆さんにちょっとね、紹介していきたいと思うんですけど、食料問題についてね、見ていきましょう。世界の年間穀物生産量というのを、昔の古い年代からね、見ていきますよ。1950年代から85年にかけてなんですけども、穀物生産量が6億トンから18億トンに増えました。で、成長率が 2.7% くらいなんですね。で、これは人口の増加率をわずかに上回るペースになっているわけなんですね。で、1989年にね、世界上で生産されたすべての食料が、もし平等に分配されていたら、収穫から消費までの過程で 40% のロスを見込んだとしても、はい、最低限の食事だったら59億人。適度の食事なら39億人。そしてヨーロッパ水準の食事なら29億人を養うことができたはずであるということです。今、世界人口どのくらいですか、皆さん。知ってますか ?78 億人です。で、こういう食料生産というのはね、収穫から消費までの過程で 40% のロス、ものすごいロスがあるんですよね、これね。腐ってしまったり、虫にやられてしまったり、破損したり、または、まあ、そういう、運んでいく途中のいろいろなアクシデントがありますよね。
そういうようなことで、はい、40%もね、ロスがあるって、すごい数字ですよね。で、こちらはですね、2016年の、穀物生産量のデータになるんですけどね。ここが1970年から71年のデータになります。はい。11億トンぐらいですよね。そして、いろいろなこういう、天変地異が起こったわけなんですけど、2006年はオーストラリアの大干ばつ。そこで、この生産量が落ちたんですよね。それから、2007年にはですね、欧州の天候不順、それとオーストラリアの干ばつ。で、2010年というのはロシアで干ばつが起こります。だからこのギザギザのね、このピークのギザギザのところっていうのはそういうものを表してますよ。で、2012年はですね、アメリカの高温乾燥がすごかった年ですよね。ということで、はい。この赤い、カーブは消費量を表しています。いいですか？で、この生産量がですね、こちらになるんですけどもね。この青いギザギザのカーブになっています。だから、この2015年、16年のデータではですね、生産量がわずかにですね、消費量を上回っているということがわかると思います。で、これが、備蓄量になるんですけどね、こちらのカーブですけどね。期末在庫率というふうに言うんですけどね、こちらのメモリになります。まあ、25%。いかないですね。24.2%からになります。で、後でですね、2020年、21年、22年のデータも見てみるので、これは参考でちょっと覚えておいてくださいね。ということで、大体生産量がですね、消費量をわずかながらですね、上回っているという状況なんですよね。で、こちらはですね、世界の穀物需給ということで、2000年から2021年、22年に、またがっての生産量になります。2000年においては18億トンだったんですね。そして21年、22年、来年にかけては27.9億トンになるというデータになってます。で、消費量がですね、27.9億トンということで、生産量と消費量が並んでますね。で、昔からというか、前年の期末在庫量というのが7.8億トンということになっているので、2019年度に比べると、ちょっと減ってきてますね。はい。で、一応、パーセンテージで見ると28.1%になってます。現在。こんな感じですよね。だから前の方がね、30.3%、30.7%、31.7%。これは2017年、18年は結構ね、期末在庫率高かったですよね。だから3割ぐらいは、有事の時を考えてですね、そのくらいの在庫率というのは、どこの国にも、そういう、国が管理する在庫というのは、ないといけないということなんですよね。で、こういう穀物生産量で必ず問題となってくるものがですね、飢餓の問題。だから生産量が消費量よりわずかに上回ってるし、在庫率も一応30%はあるから、本当だったら飢餓にならないはずですよね。それがあるんですよ。で、これは今78億人の人口を抱えているんですけど、地球はね、これは2016年のデータだと思うので、73億人です。で、73億人を超えた世界人口のうち、常に16%が飢餓状態、99%が発展途上国ということですよね。アジアが5億7800万人で、アフリカが2億3900万人。
で、毎年生まれる新生児、2400万人が体重不足で生まれてくる。お母さんがよく栄養をとってないので、取れないので。で、95年から97年は、8億3200万人へと減少はしたんですけどもね、国連のユニセフとかですね、UN のいろいろなそういう、食料生産に関する、そういう機関がですね、かなりそういう運動を立ち上げたんですよね。2030年までに、飢餓人口をなくすみたいなね、到底多分かなわないと思うんですけど、今の状態だとね。で、2009年にはですね、またせっかく減っていたのが10億人を突破してしまったんですね、飢餓人口。で、2013年にまたちょっと落ちたということで、7億9000万人になったんですけどもね、またその後いろいろなですね、内戦が引き起こされていますし、アフリカとかですね、いろいろな地域に干ばつの、大変なですね、飢餓の原因となる状態が続いています。で、これは2015年のデータですね、ごめんなさいね。73億人の、世界人口ということで。で、このような状況になっています。で、これはハンガーマップ2020ということでですね、はい。これは国連の WFP、ワールドフードプログラムの、データになります。慢性的な飢餓状態になっている国々、色で分けてあります。35% 以上の国々がこの濃い茶色ですね。チャド、アフリカのチャド、それからマダガスカル、北朝鮮、こういったところですね。あと 25% から 34.9% の飢餓状態になっている国々が、もうちょっと濃いこちらですね。タンザニアであったりとか、コンゴであったりとかね、モザンビーク、アフガニスタンです。で、この 15% から 24.9% の飢餓状態、はい、パラグアイとかペルーとかコロンビアとかね、結構南米、それから中米ですね、パナマとかね、はい、こういった国々、ベリーズとかに入ってますね、メキシコも入ってます。あとアフリカのモーリタニアとかマリとか、ナイジェリアとかですね。あと、ナミビアとか南アフリカ、アレソート、スーダン。それから、オマーンとかね。あとは南アジア、インド、パキスタン。こういった国々が入ってますね。ミャンマーとかタイとかも入ってますよね。ベトナムもそうですね。あと、こういうインドネシアの国々、マレーシアの国々、フィリピン。こういったとこが入ってきてます。で、まあ、5% 以内というのが、アルジェリアとかエジプトとかね、サウジアラビアとかアルゼンチンとか、こういったとこで。で、まあ、先進国。ブラジルとかは先進国ではないですけれども、2.5% の、以下のですね、飢餓人口になってます。オーストラリアとか日本とかね、中国とかカザフスタンとかアメリカ合衆国もそうです。あと EU の国ですけども、現在の傾向が続いた場合は2030年までに飢餓人口は8億4000万人に達してしまうということです。ということで、今78億人の世界人口のうち8億人がですね、飢餓状態、慢性的な飢餓。本当にね、皆さんお腹空かせたことないかもしれないですけども、私はお腹空かせたことあるんですけどね、すっごい苦しいですよ。本当つらいです。1日平均3万5千人が餓死しているという数字になります。5歳未満の子どものうち2億400万人が深刻な栄養不良になっています。で、毎年1300万人が飢餓に関連する原因で死亡しています。で、犠牲者の大部分が子ども。これはアフリカの人口の 30% を占めるという数字ですよね。
飢餓がはびこるのは物理的な限界のせいではありません。で、こちらはですね、2021年の穀物の生産量の、グラフになるんですけどね。はい。先ほどの、数値から見てもですね、増えてるっていうのは分かりますよね。はい。生産量が 27.9 億トン。で、消費量が 27.9 億トンなので、並んでますね。2000年、20年から21年のデータですよ。で、期末在庫量、在庫率というのが 28.1% ということになるので、一応ですね、かなりの高い水準にはなっていますよね。30% には届いていないけれども。まあ、国連としてはですね、なるだけ 30% 以上を保ってほしいということなんですね、期末在庫率。だからその時々でですね、いろいろな国でその飢餓状態になっているところに、この期末在庫率のね、こちらの穀物を振り分けようということなんですよね。ということなんですが、では飢餓の現状についてね、見ていきましょう。飢餓が原因でですね、1日に4万人から5万人、まあこれは1年間にすると1500万人以上の人が亡くなっています。死んでる。FAO のデータですね。そのうちの7割以上が子供である。で、飢餓になるのは食料が十分に作られていないからではなく、先ほどのね、穀物生産量で見ても分かった通り、全然足りてますよね。先進国の飽食によるんです。これの内訳をね、後でまたしっかりと説明しますけど、穀物というのは年間約28億トン生産されています。で、これは世界の消費量よりわずかに多くて、期末在庫量は約 28% になっているわけですよね。先ほどのグラフで見た通りです。で、こちらはですね、シリア難民の様子なんですけども、シリアではですね、まあ、中東の春と呼ばれている民主主義運動、民主化運動がですね、2012年ぐらいに始まってますよね。チュニジアから始まったんですけども。で、当初はですね、成功したに見えたんですけれども、やっぱり、もともとのですね、大統領であったり、王様であったりね、息を吹き返しましてですね、今はそういう民主化運動を行った人々が、生活できないような苦しい状況に追いやられています。で、そういうようなこともありまして、シリアでも、シリアのアサド大統領がですね、ロシアと一緒になってですね、自国民を爆破しているわけです。普通はね、政治家というのは、例えば総理大臣だったり大統領というのは、自国民に向かってですね、ミサイルを撃ち込んだりしませんけども、アサド大統領はですね、シリアの自分たちの国民に向かって、ミサイルでですね、学校、病院、一般の住宅地、銀行、そういうようなインフラを爆破しているんですよね。で、難民となったシリア難民がこのようにですね、海を渡ったり、陸路、ヨーロッパに向かっているんですけれどもね、ゴムボートが穴が開いてしまって転覆してしまったりとか、大勢の人が乗りすぎてしまって沈没したりとかね、とんでもないことが起きてます。で、こういう難民をですね、守っているのが UNHCR という国連の、UNHCR 協会なんですよね。この写真はね、すっごくショックだったですよね。海岸に打ち上げられたシリア難民の子供、5歳ぐらいの子供ですよ。これ、ロイターズの2015年の、ね、ニュースに載った写真なんですけれども、でこの子の写真が出てから、すごく世界中がですね、難民のための、募金活動をやったりとかやったんですけども、
この子一人じゃないんですよね。この子の後、また何百万人の子どもたちが打ち上げられてるんですけども、もうニュースにもなりませんよね。人間ってすっごい鈍感だから、もう喉元すぎればもう忘れてます。だから、継続的にね、募金活動は、しないといけないですね。助けてあげたいと思うだけではなくて、やっぱり募金をしないといけないですよね。で、また先ほど の問題に戻りますけど、たくさんの穀物は一体どこへ行ってるんでしょうということです。28億トンがこれ年間穀物生産量ですよね。2021年のデータですけどね。20年、21年のデータ。割る78億人の世界人口。だいたい1人当たり358キログラム行き渡るはずですよね。で、だいたい1人当たり1年間の標準量というのは180キログラムなんですね。お米換算なんですけども、すべての、穀物とかいろいろな食べ物を入れてですね。で、1人当たりの食料供給量を比較するとですね、日本では必要なカロリーよりも 31% 多く取っている。アフリカのソマリアでは 16% 不足しているという計算になります。もちろん難民なんかも全然何も食べてないですよね。で、私たちのように食べるものがいつでも十分手に入るのは世界の2割の人だけになっています。こちらはシリア難民の様子ですね。自分たちの住んでいる町が自分たちの大統領によって破壊されて、住む家もない。難民になるより他ないですよね。自分の国に住めないなんてね、こんな悲惨なことってありますかね。もうやっぱり自分に置き換えてね、考えないといけない。そういう想像力を働かせないといけないんですよね。こういう人たちを見て何とも思わないというのはやっぱり異常ですよね。自分の心がちょっと鈍感になりすぎてるということなので、もっとこういった人たちのことを考えないといけないです。でですね、先ほどの食物、穀物生産のグラフを頭に入れながら、このデータを見てみましょう。食肉に回される穀物ということなので、穀物は人間が食べるだけではないです。先進国では穀物の6割、約4億トンがですね、牛や豚や鶏などの家畜の餌になっています。牛肉を1キロ作るためには穀物が11キロ必要です。豚肉を1キロ作るためには穀物7キロ必要です。鶏肉1キロ作るためには穀物4キロを消費することになります。で、結果としてですね、世界の2割足らずの先進国に住む私たちが世界の穀物の半分以上を消費しています。肉食だからです。贅沢な食事をしているからです。で、忘れがちなのはですね、先進国の中の貧富の差です。日本も実は餓死者がいます。これは厚生労働省の2013年のデータなんですけれども、実は1日に 4.7 人、5時間に1人が餓死しています。14年で餓死者が 1.7 倍増えているという計算になるんです。これは日本の餓死者数の推移、厚労省人口動態統計のデータによります。ちょっと古いデータですけどね、2011年で1746人の日本人が餓死してるんですよ、国内で。普通の顔してますけどね、今子ども食堂とかっていうところで一生懸命ボランティアでね、働いてらっしゃる方いますよね。本当に頭が下がります。ポケットマネーで持ち出しでですね、またはそういったところに寄付することができるので、そういったところの寄付からも子ども食堂、毎日のところもあるし、週に1日のところもありますけどね、で子どもたちが楽しく食べれるようにカレーを作ったり、サラダを作ったり、ご飯を炊いたりとかしてますよね。こういっ
こういったところは私たちもね、ボランティアで援助できる、そういう場でもあるわけですよね。自治会の中でやってるところもありますし、あと学童保育でね、やってる場合もありますよね。そういったところでね、私たちが無償の手伝いをしないと、同じ日本人としてね、あまりにも冷たすぎますよね。で、こちらはですね、世界の飢餓を数値化している表になります。飽食日本にも飢餓は存在するということで、これはニュースウィークジャパンのデータになります。飢餓経験の国際比較ということなんですけどね。はい、こちらの数値はパーセンテージになります。十分な食料がない状態で過ごしたことがあるものの割合を示しています。18歳以上の国民のうちですよ。これは子どものデータではないです。ルワンダが一番多いです。 61.2% になりますね。これ2010年から2014年のデータになります。ちょっと古いですけどね。でハイチが 56.8%。 でハイチはね、ものすごい洪水の災害が起きたところでもあるので、ちょうどこの期間にね、そういう現状も多分反映していると思います。でナイジェリア 37.7%、 ジンバブエが 36.2%、 南アフリカ 33.7%、 ペルーが 31.8%、 フィリピン 31.3%、 パキスタンが 30.5%、アゼルバイジャンが 30.4%、 アルメニアが 30% になってます。これが 30% 以上の、ね、飢餓を経験した国々のパーセンテージになります。アメリカは 11.5% ですね、韓国が 9.9% で、日本が 5.1% の飢餓の経験があるということになりますので、はい、ということで先進国ではありますけれども、飢餓の経験のある国民というのはこれだけいるということですよ。ということでですね、環境問題全体の話に今度は戻ります。環境の保全ということでですね、環境問題というのはこういう飢餓問題とか、原発のこういう危ない放射性廃棄物の問題とかね、温暖化の問題とか、森林減少の問題とかですね、有機化合物の汚染の問題、すべて地球全体として取り組むべき問題です。で、最近世界的にもですね、いくつかの国際協力とか SDGs などのようなね、取り決めが行われてきています。で、今後はますます社会的な弱者とか発展途上国に協力をしていかないといけないということで、世界全体としての努力が重要となります。2012年にですね、リオプラス20という会合が、開かれたんですね。で、そこではグリーン開発についてですね、話し合われました。で、2015年に数値目標が先送りされたんですけど、実はですね、リオプラス20というのはですね、リオで初めて環境問題についての会合がですね、開かれてますよね。1992年にね。ですので、その10年後ということで、2012年にまたリオで開かれたんですけれども、この時はね、OECD 諸国が、経済問題を話し合う、そういう会合がちょうどその同時期にね、行われたので、結構これは、軽んじられてしまったんですけどもね。環境会議の2回目ということでですね、本当はすごく重要な会合だったんですよね。やはり経済重視ですよね、世界の動向としては。で、経済優先の原則ということで、企業に限らずですね、国もあと社会を形成している組織というのは経済の原則に従って活動を行っています。で、本来だったら、こういう大気汚染とか水質汚濁、廃棄物の問題はですね、排出した企業が責任を取るべき問題なんですよね。
で、大多数の企業や組織が本来必要な環境保全活動を怠ってきたわけですよね。それで公害問題が起きてきたわけです。で、結局はこれは経済優先の姿勢、これがそういう問題を引き起こしているということです。で、この環境と倫理問題ということでこの講義が行われているわけなんですけども、こういった経済優先によってですね、どれだけの人々が辛い苦しい思いをしてきたか計り知れないわけです。で、日本の四大公害病というのはほんの氷山の一角ですよね。で、数知れない人々がまだ補償も受けられずですよ。体も不自由になった状態で、社会からも不当な差別を受けています。日本に限ったことではないですけどね、これはね。で、加害企業は上場企業がほとんどです。中にはね、共産主義国家の場合は国営企業だったりするんですよね。国が加担していたりするわけですよね。で、最近の環境被害は原発による放射能汚染だったり、日本の場合はフェロシルトの問題とかアスベストの問題。このアスベストの問題はこれはもう国際的な問題ですよね。まだ使ってるわけですからね、いろんな国ではね。あと原発は次から次と作られてるので、ロシア資本であったりとか、そういうようなことでですね、放射能汚染これから起きる。今も起きている。過去にも起きたということなので、こういう環境被害というのは本当は黙って見過ごしてはいけない問題ですよね。で、結局ですね、経済優先社会ということなので、倫理や道徳に基づいて批判することは簡単なんですけれども、批判で終わってはいけないということですね。ということで、企業や組織は利益を得ることで存在しているわけなんです。で、私たちもその生み出された製品で潤ってますよね。私たちこうやってエアコン使ったり、パソコンを使ったり、携帯を使ったりしています。だから私たちは経済優先という性質自体を受け入れた上で、いかに環境保全活動を浸透させるかというテーマに取り組まなければならないということです。絶対矛盾してるんですけども、でも私たちはこの便利さはもう手放せないですよね。で、このテーマを実現するための有力な手段の一つが環境マネジメントシステムというものなんですね。で、この EMS というのが環境マネジメントシステムのことなんですけど、環境管理、または環境マネジメント、これはですね、事業者がこの、自主的にですね、環境保全に関する取り組みを進めるということなんです。で、そのことにあたりまして、環境に関する方針、それから目標を自ら設定して、これらの達成に向けて取り組んでいくことなんですね。で、この環境マネジメントシステムというのは、環境管理のための工場とか、事業場内の体制や手続き、こういったものがあります。で、この環境監査というのがですね、ただこう作った後そのままではなくてですね、客観的な立場から第三者がチェックを行うことなんですね。そういうことでですね、この環境マネジメントや環境監査というのは、事業活動を環境に優しいものに変えていくために効果的な手法であるということなんですね。で、幅広い事業者が積極的に取り組んでいくことが期待されているものなんです。で、この EMS の国際規格なんですけども、対象となるものは環境負荷を与える活動や製品、サービス、こういったものが含まれます。で、このマネジメントの主体となるのはですね、そういったことを行動に起こしていくということで、職員とか構成員がその主体となります。で、この環境マネジメントシステムというのは、環境保全への配慮を目的としたものなんですね。で、すべての経済活動というのは、環境汚染に加担をしています。これはもう、火を見るよりも明らかですよね。で、企業が環境に配慮することの具体的な判定方法、表明方法というのは、自己宣言というものを行う方法があります。
ということは、この自己宣言というのは各企業が行うということなので、この環境マネジメントシステムの多様化、こういったものに結びついてしまいますよね。ですから、世界で通用する規格というものが必要となってきます。一つ一つの国のこういう規格が違うわけなので、国際規格が必要となります。特にこういう国際化社会ではですね、日本の企業が例えばタイで工場生産を行ったりとか、日本企業が EU の国々で工場を作ったりとか、アメリカで生産を行ったりとかするわけですからね。だから、実数規格だけではなくて、世界で通用する規格が必要となります。そこで生み出されたのが ISO 14001という規格なんですね。で、これはですね、国際標準化機構 ISO という本部がスイスにあるんですけども、そういった機構ですよね。そういったところが発行しているものなんです。で、これはですね、全世界のどのような地域のあらゆる規格のですね、すべての職種とか業種の企業、組織に対して適用することができる基準を目指して作成されている、そういうものなんですね。で、日本の EMS の普及に関しては、こちらの、ホームページをね、皆さんご覧になってくださいね。日本における環境マネジメントシステム規格 ISO 14001の動向ということでね、見てください。で、こちらでも説明していきます。まずですね、環境マネジメントシステムを構築して運用していきます。さらに、公式認証を取得するということはですね、全然簡単な仕事ではないです。なぜかというと、経済的なデメリットがすごく大きいんですよね。だから、あまりにも高くつくので、現実にはですね、中小企業への普及の大きな障壁ともなっています。障害ともなっています。この EMS 構築にはですね、人件費がすごくかかります。あと、自分たちの社員にですね、教育費がかかります。で、こういったことを実行に移すためには、現場改善などの費用がかかりますよね。そうして、公式認証を取得するための第三者審査の際にも、審査登録機関に対して審査料を支払わないといけないというね、三重苦といいますかね、大変な設備投資が必要になります。しかしですね、こういうような大変なEMS 構築の苦労にもかかわらず、日本は ISO 14001の認証取得件数においては世界一だったんですね。これが世界の認証取得件数に関するデータなんですけど、こちらのグリーンの部分ですね。これがISO 14001ということで、環境マネジメントの国際規格ですよね。これは2016年のデータです。中国が1位ですね。13万7230件。昔はね、2015年、2014年とか、日本が1位だったんですけれどもね、中国がすっごい頑張ってますよね、国策として。やっぱり共産主義はこういったところで強いですね。あっという間にバッと挽回しましたね。日本が2万7372件、イタリア2万6655件。イギリスが1万6761件、スペインが1万3717件、ドイツが9444件、インドが7725件、フランスが6695件、ルーマニア6075件、アメリカ5582件というね、ベスト10ですけれどもね、これは環境マネジメントシステムにおける認証の数です。ということで、2016年の世界の認証件数ということでですね、2017年の9月20日の、データになります。2016年の世界の認証件数は8%増加しています。
で、この、環境マネジメントの認証だけではなくてですね、省エネの、認証、例えば ISO 9001であったりとかね、いろいろな認証件数があるんですよ。学校に関する、教育に関する ISO であったりとか、いろいろな、そういう、商業施設における認証件数だったりね、いろいろあるんですよ。ということで、2016年の世界の登録商数、環境マネジメントシステムだけではなくて、その他の ISO、全部が164万4357件ということで、2015年の152万368件を上回る結果となっていました。で、対象がですね、この ISO 9001だったり、ISO 14001、いろいろあります。で、この環境マネジメントシステムはこの ISO 14001なんですね。で、これはですね、昔の、2015年とか、それぐらいの頃かな。平成17年のデータです。1位が日本だったんですね。1万8104件。で、2位が中国だったということで、スペイン、イギリス、イタリア、アメリカ、ドイツ、スウェーデン、韓国、フランス、ブラジル、カナダ、インド、台湾という感じだったんですよね。はい、トータルが8万8800件ということだったんです。今はね、どうなっちゃってるのかっていうことなんですけど、これはまだ古いですよ。2000年と2004年の比較ですね。こんな感じです。日本が1位だった時期が結構長かったんですよね。4936件、2004年で1万6696件というね、こんな感じですよね。で、今ね、SDGs の方が今有名になってて、SDGs はもう本当に全部を含めた、そういう、動きになってきてるので、ISO 14001は多分もう SDGs に組み込まれちゃったのかもしれないですけども、あまり熱心さが伺えなくなってきているというのが現状です。はい。どうしたのかいって感じなんですけどね。だから新しいデータが出てこない。で、この ISO の取得効果なんですけども、これはこちらのホームページでね、詳しく見てくださいね。ISO 14000ファミリーという、エンバロメントマネジメント。これをホームページで見てみてください。で、この ISO 14001の取得効果なんですけども、ビジネスパスポート効果、環境汚染リスクの事前回避、企業イメージの向上、事業活性化効果というものがあります。だからこういうものがね、安心してその地元の人々、またはその企業の人々、労働者に対して、すごくこれはプラスのイメージになりますし、あとビジネスパスポート効果として、今国際化時代なので工場を移転したり、建設したりする場合にもね、ビジネスパスポート効果があります。コロナと一緒でですね、アメリカとかね、欧米諸国、EU ではコロナパスポートというのをね、2回打った人にはこういうパスポートを出すみたいなね、そういう動きになってきてますよね。日本はかなり今ちょっと遅れてて、まだ1回目もやってない人がほとんどですけどね、医療従事者がまだ2割かな。やっと高齢者が1回目打ち始めたところですけどね。ということで、ISO 14001を取得するとビジネスパスポート効果が得られるということなんです。あと、経費の節減効果もありますよね。ものすごい公害を出した後のね、賠償金をね、何万人にも支払うとか、そういうことを考えたときにね、もう事前にそういったものを回避してれば、経費の節減効果、大きいですよね。ということで、この ISO 14001の認証取得のメリットなんですけど、社会全体が享受するメリット、その他に当事者が享受するメリット。で、ここにね、クオリティダイジェストコムというこのホームページがあるので、こちらの方でもね、見てくださいね。
例えばね、環境汚染の未然防止というのは、EMS 構築と公式認証の取得の普及によって社会全体が享受するメリットであります。これは安心大ですよね。実行した企業、組織が直接享受する直接のメリットではないように見えますけれども、そこの社会全体がそれによって安心するというね、素晴らしいメリットがあります。ですけれども、潜在的な経営リスクという観点ではですね、環境汚染による賠償責任、企業イメージの悪化という潜在的経営リスクを未然に防止するという、そういう効果もあるわけですからね。で、こういった判定なんですけどね、この環境マネジメントシステムが ISO 14001の全ての要求事項を全てに適合しているか否かをですね、必ず第三者の立場でですね、審査員グループが判定するわけです。で、全ての項目、ものすごい項目があるんですよ。何百というね、何千というね。で、そういう要求事項を満足した EMS に対して、この認証登録を許すという仕組みなので、この国際規格である ISO 14001の認証を取得するための産業の環境基盤を強化する。結局、こういうことをするということは、世界的にもですね、非常に重要な課題にもなるし、あとその環境を保全するという意味でもですね、すごく重要なんですよね。で、これは環境省のね、ISO 14001のこのホームページにも詳しく載ってるのでね、皆さんぜひご覧になってみてくださいね。で、この環境影響の項目なんですけれども、公害というのは大気汚染とか水質汚濁とか土壌汚染、騒音、振動および悪臭、地盤沈下、こういったものがありますよね。で、こういったものを全部先ほどの環境、EMS でですね、ISO 14001を取得するために、こういったものを全部クリアしてないといけない項目になります。で、地球環境問題の項目もあるんです。地球温暖化をさせてないか、生態系破壊、砂漠化、疫病増加、低地水没に加担していないか、オゾン層破壊、生態系破壊や白内障、皮膚がん増加、こういったことはないか、酸性雨、生態系破壊を引き起こしていないか、生態系破壊、温暖化やオゾン層破壊や酸性雨、砂漠化、熱帯林減少、そういった原因を引き起こしていないか、熱帯林の減少、砂漠化、海洋汚染、天然資源の枯渇、こういったものにこの企業は加担していないか、そういう項目もあるわけです。例えば今、ウイグル族の問題が生じてますよね。中国がこういった人々をおろそかにしているという。だから日本のユニクロであったりとか、ファーストリテイリングとか、いろいろありますよね。そういう企業が、実はウイグル族が作っている、そういう繊維を利用していた。ということで、ウイグル族のそういうものを使わないように。使うということは、中国が利用しているこういうウイグル族の、技術、生産、こういったもので、中国にお金を払うことになる。中国にお金を払っても、中国がウイグル族を粗末にしているんだったら、逆に私たちが中国にの、そういうウイグル族を、なんていうんですかね、おろそかにしていることに、加担していることになるじゃないですか。日本も一緒に、中国と一緒になってウイグル族をいじめているということになるので、というふうな結びつきですよね。で、現代型の環境問題の中には、廃棄物問題や不栄養化、プランクトンがすごい増殖したり、化学物質過敏症、放射能汚染リスク、環境ホルモン、遺伝子組み換え食品、食品添加物、結構いろいろ今まで私たちが見てきた問題、含まれてますよね。そういったものが環境影響の項目として取り上げられるので、ISO 14001を取得するためには、こういった項目を全部クリアしないといけないということになります。
で、主な地球環境問題の原因とそれに対する EMS 関連の条約や法律です。地球温暖化に関しては、二酸化炭素やメタン、アサン化窒素、HFC、ハイドロフローロカーボン、PFC、パフローロカーボン、6氟化硫黄など、こういうようなものを扱っているような企業の場合、パリ協定に反することをやっていないか、京都議定書、地球温暖化対策推進法に反することをやっていないか、こういうことも全部入ってきます。あと、オゾン層破壊というのは、紫外線がどんどん地球上に降り注ぐことになるので、このフロン類、こういったものをこの企業はどういうふうに扱っているか、正しく処理をしているか、そういう脱フロンのいろいろな処理を行っているか、そういうようなこと入ってきます。だからウィーン条約やモントリオール議定書、オゾン層保護法に反したことをしていないかということです。で、酸性雨に関してはですね、大気汚染物質を排出していないか、この企業はきちっと脱硫装置をつけているかというようなことですよね。窒素酸化物とか硫黄酸化物。だからこういったものが大気汚染防止法に触れないようなきちっとした処理を行っているかということですね。あとは熱帯林の減少です。例えばこの製紙工業、製紙企業の場合、農地開拓やパルプ原料採取、養殖池開拓とか、レッドプラス、こういったものに反することを行っていないかということですよね。砂漠化、地下水利用、都市化開発、人口増加、こういうようなことを行っているような企業、そこに加担している企業ではないだろうかということになってくるわけです。で、海洋汚染、有害物質の海洋投棄を行っていないか、ロンドン条約とか廃棄物処理法、バーゼル条約をしっかりと守っているか、そういうことも入ってきます。あと、野生生物の減少に加担していないかなということですね、この企業は。例えば、パームオイルを使っている洗剤を作っている企業、マーガリンの工場であったりとか、アイスクリームとか、コーヒーのクリームを作っている、そういう会社であったりとか、そういったところはパームオイルで苦しんでいる動物たち、そういったことに配慮しているかということですよね。気候変動や紫外線、森林伐採、土壌汚染、砂漠化、乱獲、こういったことすべてが野生生物の減少に関わります。ワシントン条約に引っかかったことをしていないか、絶滅の恐れのある野生生物の種の保存に関する法律、生物多様性条約に反していないかとか。はい。だから ISO 14001を得るためには、こういったことすべてにきちっと配慮した企業でないといけないということになります。あと、有害廃棄物の越境移動ですよね。これはバーゼル条約に関わってくる問題です。先進国と途上国の処理のコスト差。それによって、発展途上国に、そういう危ない有機化合物を捨てていたりする先進国があります。バーゼル条約廃棄物処理法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に反したことはしていないだろうか。あと、発展途上国の公害問題ということで、発展途上国にこう、工場を持っているような先進国の場合ですね、その発展途上国に緩い、そういう環境のに関する法律、それをうまく利用しているんではないかというようなね、急速な工業化、人口増加を抱えている発展途上国に関しては、そういう法律が緩いにしても、自分たちの、先進国で培ったそういう技術をうまくきちっと、発展途上国のために利用しているか否か、そういったことも関わってくるわけですよね。ということで、非常に重要なんです。この ISO 14001を取得するということ。では、世界に足りないものというのを、今までの授業全体で見ていきたいと思うんですけども、一人一人の行動、思いやりの心がちょっと足りないんじゃないか。で、あなたができること、いろいろあります。国連環境会議というのが毎年のように、または2年ごとにとか5年ごとにとか開かれています。リオプラス20だったり、COP10、
COP21 などのこういう気候変動枠組条約の会合、SDGs の会合、公害訴訟その後にきちっと関心を寄せること、興味を持って考える。あと、地球の大気、水、土壌、生態系を大切にする心。日常生活で使っている化学物質に関心を持つこと。シャンプーを買ってきて、きちっと裏を見て、ああ、こういう物質が入ってる。あ、パームオイルが使われているとかね。それはパームオイルは化学物質ではないですけれども、あ、こういう有機化合物が入ってるんだとかね。すごく重要ですよね。あ、匂いがいいわとか、素敵なボトルみたいなね。そんな感じで、ね、使ってたらダメですよ。こういったことにも興味を持たないと。あと FSC。これはフォレストスチュワードシップカンシルというね、ドイツでできた森林の、なんていうんですかね、経営、正常な経営を行っているか、乱伐をしている企業ではないかというところに貼られるシールなんですけど、FSC シールが貼られているものをきちっと使うということですよね。ISO14001。これは先ほどの説明にあった通りです。で、フェアトレード商品。このフェアトレードに関してはね、本当は、学生の皆さんの中でプレゼンを行ってくださる方が本当はいたんですけど、フェアトレードというのは発展途上国の人々を追いやるのではなくて、発展途上国の人々を主役とした貿易ですよね。その貿易から来た商品を進んで購入しているかどうか。安いから買うんではなくて、きちっとその人たちのところの医療であったり学校建設であったり、そういったものに利益がいくようなもの、そういったもの、フェアトレードタウンというね、フェアトレードタウンというのもあるんですけど、日本の福岡と名古屋もねあるんですよ。名古屋も名古屋市もフェアトレードタウンなんですけど、だからフェアトレードのものを扱うお店もあります。そういうようなものを進んで購入する。あとは環境に関する新聞記事やテレビニュースをチェックすること。テレビニュースでは大きなニュースに押されてですね、環境に関する記事はちっちゃく新聞記事にしか載ってないこともあったりするので、新聞を読まないと環境の問題って目に入ってこないかもしれないです。あとは勇気を持って環境の知識を広めて、深めて、広めて行動するというのがすごい重要ですよね。行動するのはちょっと恥ずかしいなと思うかもしれないんですけど、行動しないと始まらないですから。ということで皆さん、すごく長い時間になってしまいました。最後も長い間ご聴講ありがとうございました。最後にこのセヴァン・カリス・スズキさんの女の子なんですけどね、もう今は32歳ぐらいになってるかな。はい、女の子、その当時は12歳の女の子だったんですけど、1992年のリオ環境サミットで演説をしました。絶滅した動物をどうやって生き返らせるのか、あなたは知らないでしょう。そして今や砂漠となってしまった場所にどうやって森を蘇らせるのか、あなたは知らないでしょう。大人たち、どうやって直すのかわからないものを壊し続けるのはもうやめてください、というふうに演説したんです。だからグレタさんと一緒ですよね。グレタさんはこの温暖化によって私たち の将来を奪ってしまったでしょう、というふうに演説しましたよね。やっぱり子どもがですね、もうこのぐらいギリギリになっているってことを感じてるんですよ。だから私たち大人はなっちゃったねじゃなくて、鈍感はもうやめてですね、行動に移していかないといけないんですよ。あともう一つ、放射性物質に関して私たち鈍感になりすぎてます。日本人よ、目を覚ませ。活断層の上に立つ原発の中に眠っている使用済み核燃料は30万年の間強い放射線を出し続ける、トンネル効果ですよ。
もしあなたが推進派だったら、これからの子孫にどう言い訳するのか教えてほしいです。というドスの聞いたことを言ってるのは私です。はい。ということでですね、この講義、これが最後です。で、皆さんにね、読んでほしい本がいっぱいあるんですけれども、はい。ちょっとね、紹介させてください。これ、奪われし未来です。シーア・コルボーンさんの、有名な本です。これぜひ読んでくださいね。それから地球をですね、生き物として扱うガイアの時代、ラブロックの、これも読んでくださいね。それから変わりゆく農薬、これも教科書の方にですね、たくさん参考文献として載ってる中の一つですね。これも読んでくださいね。環境科学、これもとても重要な本です。環境問題は化学も入ってくるし、原子核物理も入ってきます。あとエネルギー問題、エネルギー問題とこの資源の問題というのは環境問題ともすっごい密接な関係があります。これもすごい重要なので読んでくださいね。それからこれ、高速増殖炉、モンジュ君。モンジュはもう廃炉になりましたけれども、廃炉になったにもかかわらず、1日に5000億円ぐらいの時間が、お金がかかってるんですよ。ぜひこれも読んでください。あと、原子力エネルギーから、原子爆弾に関するいろいろな、うんちくが入った死の灰と戦う科学者についてのこの本もぜひ読んでくださいね。それからこれ、ウラン238から作られる劣化ウラン弾に関して、これがまだ、今現実、今の、状況でですね、使われているんですよ。生産されているんですよ。危ないんですよ、これ。あとこれ、世界の各被災地で起きたこと、これはすごく新しい本です。去年出たばかりです。でもこれを読まないと世界の核廃棄物の問題理解できませんので、ぜひ読んでくださいね。それからこれ、この著者なんですけれども、スベトラーナ・アレクシエビチという方は、ノーベル賞を取った方です。ノーベル文学賞ですね。この本を書いて、でこれ、チェルノブイリで起きたいろいろなことがですね、書いてあります。こんな恐ろしいことを誰も知らなくていいんですか、という問題ですね。あとこれ、海のゴミの問題、プラスチック汚染の問題です。ぜひ読んでくださいね。たくさんあります。まだ、海はゴミ箱、じゃない、海はゴミ箱じゃない。恐るべき公害というこの本もね、ぜひ読んでくださいね。はい。岩波新書です。それから、四大公害病。これもとても重要な本ですよ。中央新書、中高新書になってます。中高新書ですね。はい。証言水俣病。これもとても重要な本ですのでね、ぜひ読んでくださいよ。それから、朽ちていった命。これは、東海村臨海事故の、ドキュメンタリーの、本です。それから、沈黙の春。これはもう皆さん読んだことあると思いますけど、数ページしか読んでないんじゃないですか。一冊全部読んでみてください、ぜひ。はい。レイチェル・カーソンです。あと、日本国憲法。日本の憲法は、国民の命を守るために、幸せな、人生を送るために書かれた憲法です。しっかり読んでみてください。
守られてますか？守られてませんか？何条に書いてありますか？ということをね、読んでください。それから、これはですね、限界を超えてという、本になります。はい。これはですね、先ほど紹介した通りの、ドネラ・メドウズの本の、92年版になります。はい。以上ですけれども、まだたくさんあるんですけどね、皆さんに読んでほしい本。ぜひね、このうちの一冊でもいいですのでね、読んでみられるといいかなって思います。すごく大変な本なんですけども、内容は重たいんですけれども、すごく面白いと言ったら申し訳ないんですけども、私たちが生きている地球環境で起きていることなので、絶対必要だと思います。それでは皆さん、コロナに気をつけて、早くワクチンが打てますように、それから、コロナの人を絶対に差別をしないようにお願いしますね。で、皆さん、コロナにかかってもすぐに治れるように基礎体力をきちっとつけてくださいね。タンパク質、お野菜、乳製品よくとってですね、ご飯もきちっと食べて、よく寝て、運動も適度にして、そして前向きの人生を送っていってください。そして地球環境を一緒に修復していきましょう。では皆さん、さようなら。長い間ご聴講ありがとうございました。